ございます。はい、ということで、今深夜ね、1時で、今さっきまで路肩に咲いてるつくし集めしてたんですけど、はい、どうも、プロなんです。いや、もう、ということで、今日は、ちょ、聞いてこれ、やばいよ。以前、初恋の人から、まあなんか、つむつむ送られてきたみたいな動画撮ったんですよ。まあそれで、まあちょっとね、ふざけて、まあちょっとタイトル盛りなんですけど、まあ失恋したみたいなね。俺ほんと微塵も持ってないんで、ほんとに。10年前だから。で、その動画上げたら、まあそれ見たのかわかんないですけど、LINE 返ってきまして、で、俺返してないんですけど、で、見る？ちょっと、いや、全部読めないですよ。プライベートのあるんで、ちょっと、いきますね。まあちょっといろいろ割愛します。ご無沙汰しております。覚えてるかな？何書いたらいいか分からず、何日も考えて今 LINE 打ってます。元気にしてたかな？時々動画拝見してます。もう10年も前なのに、動画で時々見てるから変に親近感があります。わら。まさかケンちゃんがこんなにも有名になるなんて思いもせず、本当に尊敬してます。で、いろいろ文がバーってあるんで、ちょっと割愛します。プライベートなんで。で、こっからが、ちょっと面白いのが。今、基礎化粧品販売の会社を立ち上げて、日々頑張ってます。会社に属さず、一人でお金を稼ぐことの大変さを身に染みてて、それと同時に、ケンちゃんの凄さを改めて感じて、本当に尊敬してます。ほうほうほうって思い始めてね。おー、なんか嫌な予感するぞ、嫌な予感。これなんかどっかで見たような文だぞと思って、いろいろバーってまで書いてあって、最後に、ケンちゃん昔から肌綺麗だけど、化粧水とか使うかな？もしよければ怒るから使って感想を教えてほしい。できれば宣伝とかしてくれたら本当に嬉しい。はい、来た！はい、来た！はい。あるあるでございます。はい。これ、ある、YouTuber あるあるで、ね。お、ね、なんか、来るのよ、そういうの。お前もかいと思って。こういうオチでございました。まあ、10年前にね、まあ、お別れして、まあ、もう全然、顔もね、ほぼ覚えてないんですけど。はい。っていうね。そういう夜なんです、今。何も思わないですけど、そういう夜なんです。だから今日はそんな夜にぴったりな、こちらやろうかなと思いましてね。もうこちらの土鍋で、鍋ね、やろう。もやし、キャベツ、ニラ。これね、ちょっといただきましてね。大量のもつ。もつ鍋やりたいと思います。そんな夜はね。はい。やっていきたいと思います。楽しい。みー。怒りの炊飯。怒りの炊飯じゃん。本日食べるホルモンなんですけど、こちらいただきまして、アテノクラって言ってね、リーズナブルに美味しいホルモンを食べるっていうそういうコンセプトをもとに作られたホルモンなんですけど、めちゃめちゃ美味しいらしいの、これが。うちホルって名前でね。だからうちでホルモン食べるって意味なんでしょうね、多分。開けてみましょう。はい、ということで鍋の用意ができました。うわ、俺は、なんか、ちゃんともつ鍋作るの初めてだわ、家で。なんか一個一個がすげえでかいんだよね、もつの。大トロホルモンと言われる、鮮度抜群の最高クラスの国産小腸を使用しているらしいです。とにかく油が美味しいっていうことなんで、ちょっとめちゃめちゃ美味しそう。はい、でね、スープもめちゃめちゃいろいろあって、今回は九州醤油スープを、他にも6種類ぐらいあって、まあ、今回ね、しびれ、スープ、そして黄金白だしとかいろいろありまして、他にもなんか、ニンニク醤油、地鶏塩、はい。ピリ辛濃厚味噌。めちゃめちゃ多いんですよ。めっちゃ美味しそう。じゃあ九州醤油スープでいいか、今日は。うん。絶対うまいじゃん、匂いが。うまっ。絶対米と合うもん、これ。この油が。やばいね、マジで。やばい、ね。ご飯が炊けました、やっと。もうあのもつ鍋の家帰ったらやべえ、マジクソ腹減った。はっちぇ、最高。はっちぇ。よし、食べよう。
ーマジ腹減った。いただきます。うわしな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 パロディ。うんまは待って、で今のニラで米進むとか初めて。まいよ、うまっ。キャベツで米進んだ今。油のコーティングわかる？これ床にこぼしたらもう1週間滑り通しだよ、フローリング。次もね、よくさ、失恋して鍋食べてさ、なんかもう焼け食いする人いるけどさ、俺あれやめた方がいいと思うんだよね。よりブサイクになってさ、太って惨めになるじゃん。俺はこれね、企画だからいいけど、マジですると。失恋とかさ、誰かに傷つけられてさ、もう焼け食いしてやるっていうね。本当にお腹空いて食いたいんだったらいいんだけど、その食いたくもないのになんか吐き口がなくてさ、その食にぶち込むっていうのはね、本当やめた方がいい。体も良くなくなるし、むくむし、見にくくなるし、朝が絶望するし、それで。だったらマジで筋トレした方がいいと思う、そういう時は。本当に。めちゃめちゃ米がうまい、油が。醤油つけたい。うわ、他のスープも食べてみたいな。これマジ絶対やばいと思う。ほんとハマると思う、みんな。このままキャベツと。めちゃめちゃうまい。脂がめちゃめちゃ優しい。あいわ。脂が。もつ鍋の。うわ、染みちゃってる。
うん、あ、米だって3合以上入れたと思う。ここね、こちら麺入れたいと思う。これがめっちゃ美味しいらしいので、こちらちゃんぽん麺やっていきたいと思います。ちょっとまた温めますね、今から。で、これもすげえこだわりあるらしくて、製麺歴50年を誇る麺職人が手掛けたもつ鍋と相性抜群のもちもち麺。だからめっちゃスープに絡むらしいです。じゃあちょっといただこうかな。なんかこういう心境の時に鍋食べるってなんかめっちゃ味が繊細になるね。やっぱね、今ね、これ、まあ、せっかくこういう動画だから、いつか本当良かったって思い来るんで、これ根拠がないんだけどね、真実だと思う。本当にそこに関しては必ず、うわ良かったって思う日が来るんで。あの時ね、付き合ってたら結婚して今頃こんなもつ鍋食ってなかっただろうな。この動画で紹介してないもんね。サラリーマンとしてがんじがらめになったかもしれない。ほんとおすすめ。もつ鍋を2セット購入で、国産牛もつ1パック、おまけでつくみたいです。まあ、頼めば頼むほど、無料で最高級もつがもらえてしまうから、まあ、大食いの人はもちろんね、家族でみんなで食べる人とか、めちゃめちゃおすすめです。で、まあ、約半年間ね、冷凍保存もできるみたいなんで、まあ、好きな時にね、好きな味食べて、はい、楽しんでみてください。いや、俺こんなもつうまいと思わなかった。てか、ご飯と進めすぎてやばい。また明日食いたいもん。めっちゃうまかった。皆さんも頑張ってね。ってことで、すごい LINE が来ました。ありがとう。バイバイ。ネタが尽きない私生活。